ちら長崎バスのエンブレムなのですが、N と G に見えますよね。でも実は長崎の N と長崎自動車の J を組み合わせているんです。 G に見えますよね。いやこれ G じゃなくて J。 はい、 J なんです。オルバイ。長崎は坂が多いので、この D13C 型エンジンという馬力のあるエンジンで坂道をぐいぐい上がっていきます。あるある。あるよね。チャンネル登録お願いします。